こんにちは、チョメです。では5年目第6章、ストーリーパート5分の2をやっていきます。ほとんど首なしニックと会う廊下だね。魔法、あ、こっちの方か。じゃあ行きます。はい。なんでここにしたんだろう。うわ、初めて入るこれ。兄の部屋じゃないこれ。どっち？この部屋は大掃除が必要だな。母さんに叱られるくらい汚い。初めて入る部屋かな。イモリの勉強をしないといけないんだけど。ヤモリっていうか、もしかして違うか。君のお兄さんは呪われた部屋について調査してるときにドラゴンについて何か見つけたのかな。それはわかんない。なんかいいね、この構図。サムネにしよう。光ってる服が。僕の兄さんの部屋で何をやってるんだ、ニック。あ、兄さんの部屋か。だいぶ汚くなったね。太った修道士から君が忍びの地図を探してると聞いたのだ。ウィーズリー兄弟の一番上が興味深いことを言ってるのに小耳に挟んだので、それについて考えていた。僕は弟のことしか言ってないよ。それによってチョメのお兄さんのことを思い出したのだ。私の言いたいことがわかるか、チョメ。うん、まあね。あんまり。ヒントが欲しいな。一番下にしてみよっか。ヒントが欲しいな。何のヒントだ？みんななんかレベル上げてそうやからこっち選んでみました。ヒントっていうか手がかりが欲しいよ。どんな手がかりだ？君が何の話をしてるのかわかる手がかり。はて、何の話をしてたかな？ビルが弟の話をしたら忍びの地図に関する記憶が蘇ったって話だよ。ああ、そうだった。一番上が話した直後、真ん中のウィーズリーが私の昔の記憶を思い起こさせることを言ったのだ。うちの男兄弟は6人いるんだよ。だから僕は真ん中じゃなくて上から2番目。ややこしくなるからやめてくれ。今は3人だろ。若きチャーリーがドラゴンについて話したのだ。それによってチョメのお兄さんがこの城のどこかにドラゴンが隠れていると信じていたのを思い出した。それは本当なのか？その真意を知っているのはチョメのお兄さんだけだ。ホグワーツ全体を見ることができる地図を持っているのは彼だけだったかな。忍びの地図か。だけどパーシーはどう関係あるんだ？彼は単に私たちについてきただけなんだろう。それよりどうしてそのネズミを連れてきたんだ？スキャバーズは家族じゃないか。それを言ったら屋根裏のグールお化けも家族だ。だけど僕が行くところにいちいち連れて行かないぞ。言い合いはそこまでだ、ウィーズリーたち。君たちは誇り高きグリフィンドールだ。もっと器の大きさを見せなさい。あ、ウィーズリー家だったね、グリフィンドールって。便じゃなかったね。ああ、気を悪くしないでくれ、チョメ。レイムンクローも素晴らしい量だと思っているよ。それで忍びの地図がこの部屋のどこにあると思うか？確かなことは言えないが、君のお兄さんがあの地図を持っていたのは確かなはずだ。こんな暗くて汚い部屋で何を見つけられるっていうんだ？ルーモス！一番最初に習った呪文だね。はい。全然綺麗にならなかった。そりゃね、スコージファイ、これ綺麗になるのかな？ネズミを連れてきたやつが言うことじゃないよ。毎朝お風呂に入れてるよ。とにかく忍びの地図を探すことに集中しよう。ドラゴンを見つけられるかもしれない。いや、こんなところに入らないでしょ、ドラゴン。何時間だろう。じゃあ、はい。3時間やっていこう。星1で合格だけど、調べていこうかね。はい、ボードを見る。いまだにこれらの絵を見ても何もわからない。じゃあ、回ったりを見る。パーシーの言う通り、この部屋はすごく汚い。なんか角度変わったね、でも。真ん中のウィズリーだったら、フレッドがジョージだな。まだ言ってる。6人兄弟のね。この部屋に強いグリフィンドールの気配を感じる。ウィズリー兄弟よりも強い。ウィズリー兄弟って言ったらね、一番下のね、あ、誰かがこの絵にコロポータス。じゃあどんどんやっていこうかな。忍びのことを考えるなど、ずいぶん久しぶりだな。君の領感はこの部屋について知ってるの？じゃあネズミ。ここにグリフィンローブのローブがある。じゃあスケバンだね。僕も噛もうとしたぞ。チャーリーはこのドラゴンの絵を見たことがあるのだろうか。どれどれ、これか。ドラゴンの絵、ボード。このボードには兄さんが忍びの地図から学んだ情報が書かれているんだろうか。ドラゴン関係なかったか。じゃあどんどんやっていこうかな。はい、いつも通りね、こうやってね、読みながらやっていきますね。首なしニックは監督してるだけか。探してくれないのかな。はい。じゃあ待ちますね。チョメです。結構回復してきたので、続きをやっていきます。多分これでね、足りると思います。
あたりを見る。で、チャーリーと話そうね。真ん中のウィズリーだったら、あ、これはもう読んだね。じゃあ、どんどんやっていきます。はい。多分大丈夫かな、この辺、金銭で。なんか、起動させたばっかりだから、画面がカクカクになってないかっていうのだけが心配。あ、これはまだ、調べてなかったかもしれない。こっちの方、あんまり。あ、いや、調べてたわ。はい。はい、コインだね。ゲット。興味深いな。地図か？いや、兄さんの手書きの手紙だよ。地図をオリビア・グリーンに持っていくことが書かれている。オリビアって言ったら海かな？誰だそれ？お兄さんの同級生だ。称賛すべき勇敢さを持った生徒だった。グリーンドールだったのか？そう思うだろう。だが彼女はレイヴンクローだった。灰色のレディに話を聞きに行くといい。あ、だからどんどん聞きに行く感じかな。だから次、レイヴンクローの灰色のレディは多分レイヴンクローだね。廊下まで会いに来てちょめ YouTube、灰色のレディを見つけたの。まあ行ってみるか、じゃあ、とりあえず。